ノックスビル、ノックスビル、ノックスビルは、アメリカ合衆国テネシー州東部、アパラチア山脈の最6のノックス郡に位置する工業都市である。2000年現在の国勢調査で、この都市は総人口173,890人で、ある。また、周辺都市を含めた、広域都市圏人口は1053,627人に、上り、全米で54番目に、 大きな都市としても発展している。ここは、ノックス軍の軍庁所在地であり、テネシー州の中で3番目に大きな都市である。テネシー大学の本校がある。1786年に入植されたノックスビルは、テネシー州の都市の中では、ナッシュビルに次2番目に古い歴史を持ち、市名は、初代アメリカ合衆国陸軍長官ヘンリー・ノックスに、ちなむ。テネシー州が、 連邦に加盟した1796年から州都がマーフリーズボロに移転した1819年までは同州の州都として機能した。繊維、タバコ、肉牛、木材、石炭、大理石、実際にはオルドビスキの石灰岩であるなどの州産地として発展したが、今日ではアパラチア山脈水源の水力を利用したアルミニウム精錬工業が盛んな都市として知られる。 現在のノックスビルにあたる地域に初めて居住した人類は、紀元前1000年頃に気候の変動に従い五大湖地方から南下してきたウッドランド文化に属する狩猟民であった。その後巨大なマウンドが作られるようになり、テネシー大学のキャンパスにはこの時期に作られた紛糾墓がある。18世紀にノックスビル周辺に定住していた先住民はチェロキーのみであった。 チェロキーはこの地域を青い煙の地という意味のシャコマゲ、シャカミイッジと呼んでいた。1830年、アンドリュー・ジャクソン大統領がインディアン移住法を調印し、この地域に居住していたチェロキーはすべて追放された。詳しくは涙の道を参照。アパラチア山脈山陸に点在する工業都市発展の礎となったテネシー川流域開発公社。 tva の本部がある。また、1982年には、ノックスビル国際エネルギー博覧会が開催されたことで、全米にその名を知られるようになった。テネシー大学の本校のある学園都市でもある。1999年には、テネシー大学の女子バスケットボールチームレディー・ボールズの活躍から女子バスケットボール伝道が開館した。ノックスビル市はに位置している。 アパラジア山脈の麓に位置し、起伏の多い坂の町である。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積 254.1km である。このうち 240.0km が陸地で 14.1km が水面である。総面積の5.54%は水面となっている。ノックスビル市の南東でフレンチブロード川が ホルストンガーと合流し、テネシー川となって西へと流れる。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口17万3890人、7万6650世帯及び4万164家族が暮らしており、グレーターノックスビルは人口68万7249人である。人口密度は 724.6km である。 354.1km の平均的な密度に84,981件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人79.71%、アフリカンアメリカン16.20%、ネイティブアメリカン0.31%、アジア1.45%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.72%、よび 本決1.57%である。人口の1.58%はヒスパニック、またはラテン系である。76,650世帯のうち22.8%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、35.3%は夫婦で生活している。13.7%は未婚の女性が世帯主であり、47.6%は 結婚していない。38.3%は1人以上の独身の居住者が住んでおり、11.4%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.12人であり、結婚している家庭の場合は2.84人である。人口の19.7%が18歳未満で、16.8%が18歳から24歳。 29.5%が25歳から44歳。19.6%が45歳から64歳。14.4%が65歳以上である。平均年齢は33歳である。女性100人に対し、90.0人が男性である。18歳以上の女性100人に対し、86.3人が18歳以上の男性である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は 27,492US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 37,708US ドルである。男性は 29,070US ドルに対して、女性は 22,593US ドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は 18,171US ドルである。 人口の20.8%及び家族の14.4%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の26.1%及び65歳以上の12.0%は貧困線以下の生活を送っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。